はい、ということで今日は2021年11月の16日になったところです。はい、皆さんお待たせいたしました。僕がねちょっと入院するときにねちょっと言ったと思うんですが、まあ、いいお知らせがありますということでね、ちょっとお待ちくださいということでしたが、まあ、ついにねここで発表することができます。はい、子ども未来党の、まあ、大きな成果と言っても過言ではないんじゃないかなと思います。このね不当な連れ去り、親子断絶、児童相談所問題、いじめ、虐待、まあ、こういった問題でね、当事者として苦しまれている方に、本当に希望になるようなねお話だと思います。この問題の解決にかなり進展があったというお話です。本当に希望を持っていただきたいです。まずはですね、まあ、国政政党 NHK 党に一応ね所属させていただいてですね、浜田聡議員、非常に優秀な、ね、国会議員さんです。この方がね今取り組んでいる諸派党構想の政治版、ね、というところでですね、もう僕の方もねいち早く動いてですね、浜田議員の協力のもとですね、厚生労働省とやり取りをさせてもらっています。そこでですね前回、まあ、衆議院選挙の前だったんですけども、まあ、メールを送らせてもらいまして、不当な親子の引き離しが重大な心理的虐待、子どもの、ね、心理的虐待ではないのかというところを質問したところですね、厚生労働省は、まあ、それは心理的虐待ですと認めたということはね、前回、まあ、以前の動画でもねやったと思います。まあ、それが引き出せたということだけでも大きな成果かとは思うのですが、まあ、それでね終わりっていうわけではありません。もちろんその後もあります。その後のやり取りでですね、まずですね心理的虐待であるということを認めた以上はしっかり児童虐待防止法に明記してくださいと、これ前回も書いたんですけど、明記するかしないかっていうことは一切省かれていたのでね、そこはね次、もう一度言及したいと思います。それから、まあ、明記するっていうのは法改正になるわけですけども、まあ、そこまでしなくてもですね、する前にですね、通達を出すと、そういう認識なんだから、厚生労働省は。全国の児童相談所に、不当な親子の引き離しが心理的虐待ですよっていう通達を出す。これだけでも非常に大きな効果があると思います。不当な親子の引き離し、連れ去りが起きた時にですね、児童相談所がいち早く、虐待案件として動くことができるようになるということがまず一つ。それから、不当な親子の引き離しが心理的虐待になるという認識になれば、そう簡単にね、親子を引き離すことができなくなる。慎重に、もっと今以上に慎重に、調査というものをやるようになる。もちろん緊急の場合はそうではありませんが、緊急性がない場合にでもですね、今のところ現状では親子が引き離されるという事案が多発しております。そういったことが防げるようになるというのがまず1点目です。それから、2点目、僕が要望しているのは専門的な第三者機関を、ね、児童相談所と連携協力できる第三者機関、指導できるような第三者機関、ね、民間の、ね、団体がいいです、ね、こういった第三者機関を作って、虐待案件に、まあ、着手するということでですね、的確な判断、的確な対応ができるようになる、ね、ことによってですね、まあ、簡単に言えば虐待問題を、まあ、僕らが中心となってやる、中心となって解決に向けて取り組む、こういったことができるようになればかなりの問題が解決できる。これはもう皆さんもう分かると思います、ね、問題解決できてない原因っていうのは専門的な、ね、人がいないんでしょう。ね、そこまで知識経験、ね、実績がある人が現場にいないから問題がどんどん増えていってしまっているわけですよね。だったら専門的な、ね、知識経験を持った人間がそこに入ればいいじゃないかという話です、ね、でそれから、虐待人権侵害に対する厳罰化ですよ、ね、やっぱり子どもの人権侵害はダメなんだから罰則をつけましょう、ね、いきなり懲役罰金とかではなくてもいいです。もう本当にひどい場合はそうでもいいと思います。もういきなりね。だからそのもうそこまでしなくてもいい。まあ、要はちょっとしたね、
ちょっとしたまあ虐待、心理的虐待みたいなことに関しては、親であれば親権停止、親権剥奪、とかね、そういうところからやっていく。で、行政の人間、ね、学校思想、ね、まあいろいろいますけども、そういった人間に対しては、まあ、子どもの人権を侵害した行政の人間に対しては懲戒処分というね、まあ、段階のある、ね、罰則というのがありますので、そういったものを、やるということをしっかり児童虐待防止法の中に明記する、これを要望していきます。でこれが実現すればね、どういうことが起こるか、じゃあ不当な連れ去りが起きました、ね、もしくは何て言うかな、離れた子供と、ね、本来自由で会えるべき子供と会えなくなってしまった、ね、一緒にいる親が会わせなくしている、まあ、そういった ところ、そういったことに関しては心理的虐待としてね、虐待事案として、児童相談所が動きます。そしてその児童相談所には僕ら、ね、第三者機関が連携してその心理的虐待の対応に当たります、ね、でまあ本当に的確な、ね、慎重な判断をしてですね、調査をしてですね、判断をして、本当に不当な連れ去り、不当な親子の引き離し、ね、本当に心理的虐待だという場合には、まあ、人権侵害ですね、当たる場合には、まあ、その親にまずは、指導、勧告指導をします、ね、警告します、ね、連れ去りダメですよって、ね、あの一旦返してね、ちゃんと話し合いをしてくださいとか、もう行った後でね、断絶してる場合には断絶は心理的虐待なんで断絶しないでください ね、子供は自由に離れてるお父さんお母さんとも自由に会えるようにしてくださいねっていう指導をすることができるようになります。それでも話を聞かず断絶を続けるような人に対して、親に対しては親権停止や親権剥奪の行政指導ができるようになりますね。まあ、それから児童相談所問題に言えば、もう本当に、非合理的なね、もう誰が見てもそれおかしいんじゃねっていうようなね、例えば虐待がなくてね、子供が児相に保護されていて、子供が帰りたい、ね、親も早く帰らせてくれ、親も子供に会いたいって言ってるのに子供に会わせないとかね、子供を返さない、子供と話させないみたいなことをやっている、児童相談所の職員がいればその人に対して、懲戒処分をすることができる、ね、で、まあ、それが実現できればこの問題解決するんですよ。親子断絶問題、連れ去り問題、児相問題、いじめ虐待問題解決するんですよ、ね、ほぼほぼ解決するんですよ。ほぼほぼ解決することが今進んでます、着々と、ね、まず一歩目、メールの交換、そしてなんとですね、厚生労働省に、意見交換会をしてほしいと言ったところですね、心よく、まあ、OK をいただいてですね、おそらく12月の2日、まだ決定ではないんですけど12月2日を予定しております。もうちょっとね後になるかもしれません。まあ、おそらく今年年内には厚生労働省と意見交換会が行われます。はい。まあ、それに伴ってですね、こちら側から厚生労働省のに対して意見要望をする、ものを、ね、まとめなきゃいけないんですね。まあ、大体はもうあるんですけども、やっぱりこれまでね、やっぱり鬱憤というかね、厚生労働省にこれは言いたいっていう人はねたくさんいると思うんですよ。でそういった人の意見もできれば伝えたい、ね、こんな機会なかなかないので、僕もね、あの NPO の3年前とかに厚生労働省に意見交換会やってほしいって何度も言ったけど、やっぱり相手にされなくて実現されなかったものです。そういったものができるようになってます。相当な、まあ、チャンスだと思います、ね。でまあ、流れ的にはこの意見交換会をやってですね、まあ、来年にはですね、まあ、法制局ですよね、あの浜田さんがよく説明しています。法律を作ったり法改正をするにはどうするのかみたいな説明しています。まあ、こういった省庁から法制局の方に、まあ、法律案を出してもらって、まあ、そこで審議されたものが国会に行って、衆参の、ね、多数決を取って、あの多数
多数の賛成があれば、まあ、法改正されるという流れなんですが、まあ、その、まあ、第一歩というところです、ね。合理的なものであれば間違いなく、通ると思います。11月27日の、ね、土曜日ですね、土曜日の14時から、まあ、オンラインですね、 Google Meet という、まあ、アプリを使ってですね、まあ、そのなんていうかな、厚生労働省に持っていく意見をまとめたいと思います。皆さんの意見をまとめたいと思います、ね、そのなんていうかな意見のまとめ会、ね、意見会が11月27日の14時から Google Meet でやります。で、リンクの方がですね、子ども未来党のオープンチャットに多分載っけられると思うんですよ。自動削除されなければね、載っけられると思うので、そうしたいと思います。なので、子ども LINE のですね、子どもの未来を守ると公式オープンチャットにまだ入ってない方は今すぐ入っといてください、ね、そこに Google Meet のまあ、Zoom みたいなもんですよね、まあ、この意見まとめ会に参加できるリンクを貼っておきますので、貼りますので、出しますので、ね、そこに入っていただいて、厚労省に言ってもらいたい意見を言ってもらうという形を取りたいと思います。そしてまとまったものを厚労省との意見交換会で持っていきたいと思います。意見交換会自体はですね、参議院会館でやろうと思っています。はい。ね。でこの27日の方はオンラインでやります。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、着々と進んでおります。まあ、相当仕事しております、ね。あまり見えないんでね、何もやってないように見えるかもしれないけど、歴史的なことをどんどんやってます。皆さん、希望を持ってもらいたいと思います。ここまで解決に近づいてる、近づいたことはないんじゃないかなと、ね、歴史上思います。はい。まあ、そうですね、動画、YouTube でも、こっちの LINE チャットの、オープンチャットの方でも、まあ、情報をね、おいおい出していくと思いますので、ぜひ、チャンネル登録と、LINE の方、オープンチャットの方、参加の方、よろしくお願いします。それでは、まず、27日ですかね。はい。まあ、その前に、23日もなんかあるかもしれないです。はい。とりあえず、厚労省の意見交換会については以上になります。まあ、なんかわからないことがあれば直接 LINE でも電話なり電話でもください。以上です。